ター選択。関係しているのか、ソニックに届けた方がいいか。エッグマン、大変じゃ。カオスが。何？グマンのやつもさすがに懲りたみたいだし、またどこか旅にでも出るかな。どうしたテイルス、トーネード2見つかったか。違う違う、大変なんだ。エンジェルアイランドがまた降りてきてるんだよ。なんだって、また何かあったっていうのか。とにかくちょっと様子を見に行ってみようよ。どうしたんだ。カオスエメラルドを奪われちまった。カオスは、奴はまだ生きてる。何？くそー、このままじゃすまさん。エグマン待て。ソニック、カオスはとんでもない怪物だ。奴が最後のカオスエメラルドを手に入れちまったら。わかった、もう何も言うな。行くぞテイルス。うん。ここはあの時の夢じゃなかったのか。あの七つのエメラルドさえあれば、
我々の力は確固たるものとなり、我々にとって必要なものなのだ。人の欲望は無限だわ。どこまで行ってもこれでいいってことがない。お願い、ここで断ち切って。いつまでも子供のざれ言に付き合ってはおれん。カモン、行け。ダメ。心配しちゃったよ。ナックルズももう行っちゃったよ。ねえ、早く最後のカオスエメラルドを探さないと。そうだな。トルネード2が見つかればその中にあるはずだよ。エメラルドを回収だ。しまった、最後のカオスエメラルドを奪われた。どうなっちゃうの。
し、本当にあったことなら奴は、エグマン、あいつと戦おうっていうのか。そんなこともあろうかと用意していたエッグキャリア2号機じゃ。わしの言うことが危険のならカオス、その存在に価値はない。めちゃくちゃやりやがる。あんた、あんたなんだろ。あいつをマスターエメラルドに封印したヒカル。私の心はマスターエメラルドの中で常に彼と共にあった。彼の心は怒りと悲しみでいっぱい。このままではかつてと同じようにこの世界を滅ぼしてしまうわ。エメラルドのパワーをも取り込んでしまった。早く彼を再びマスターエメラルドに封じなければ。それはダメだ。それじゃ今までと同じじゃないか。あいつの心は怒りと悲しみに縛られたままだ。永遠に解放されはしない。ではどうすれば。みんな、カオスはエメラルドのパワーを怒りと悲しみで引き出した。でもソニックなら本当の使い方を知ってるよね。それができるのは悔しいがお前だけだもんな。ソニック、ソニック、ソニック、ソニック。カオスエメラルドの力を引き出すのは怒りや悲しみだけじゃない。僕らがソニックを思い、ソニックがみんなを思う。そんな心だって大きな力を生むことができるんだ。Yeah.
奴の破壊衝動は消えたのか。うん、スーパーソニックのパワーがそれを打ち消したんだ。あなたが守ったチャオたちよ。その命はこの世界にも受け継がれ、こうして人間と共存している。もういい、もういいのよ。ありがとう。よかった、よかったね、ソニック。ソニック？